木造建築は梁や桁、たるきなど様々な部材の組み合わせによって作られています。この組み合わせは単に重ねたり直角に組むだけでなく、屋根の隅や寺院の軒周りのような曲線を描く部材同士の接合など立体的で複雑な角度によって組み合わされているものも多くあります。この接合部を正確に加工するために、部材にあらかじめ加工する形状を墨付けしておく必要があります。この部材に墨付けする技術を菊術と呼んでいます。菊術で用いられる道具の中心となるのが刺し金です。刺し金には実に様々な用途があります。直角定規をはじめ、分度器、計算尺、平面を測る道具としても使われます。差し金は L 字型の定規に目盛りを刻んだもので、長い方を長手、短い方を金の手と言います。差し金には表と裏があります。表に刻まれた目盛りを表目と言い、裏の目盛りは裏目と呼び、裏目には角目と丸目の目盛りがあります。角目の一目盛りは表目の一目盛りのルート2、つまり 1.4142 倍となり、正四角形の一辺と対角線の関係にあります。角目で対角線を測ると正四角形の一辺の長さがわかります。差し金で直角三角形を表したとき、各辺を弧、弧、弦と呼びます。さらに直角三角形を作っていくと、中弧、長弦、単弦と短い辺ができていきます。この弧、弧、弦の組み合わせが菊術の重要なポイントとなります。屋根などの傾斜の程度を表すのが勾配です。屋根勾配には様々な角度がありますが、この基準も差し金によって求めます。水平面に対し長手一尺を基準とし、例えば金の手五寸を立ち上げると五寸勾配となります。同様に三寸立ち上げで三寸勾配というように勾配を決めていきます。勾配を出す基準となるのは水平です。墨付けでは垂直を表す墨を立墨、水平を六墨と言います。差し金を使った菊術の基礎的な技術の一つに棒墨屋根の墨付けがあります。棒墨屋根の菊術でポイントとなるのが平勾配と墨勾配です。平勾配は屋根の流れの面の勾配で、墨勾配は屋根の角の勾配です。墨勾配は平勾配に対して三角形の底辺弧が長いため緩やかな勾配となります。この時の弧の長さは平勾配1に対し、墨勾配はルート2、1.4142 倍になります。つまり平勾配に関する墨付けは表目で行い、墨勾配に関する墨付けは裏目で行うことになります。この裏目の登場の時期にはいくつかの説があります。一つは墨行きのひじきが建物の辺と平行な通しひじきと交差するようになった平安時代だという説です。また墨木側面に這い付けたるきの敷地を加工するようになった鎌倉時代から室町時代初めという説などもあります。いずれにせよ、中世には現在と変わらない機能を持った差し金が使用され、
菊術も成熟期に入っていったと思われます。鎌倉時代、大陸からさまざまな建築様式が伝来する中、日本の匠たちは菊術を駆使し、より洗練された寺院建築を作り上げてきました。菊術は中世を通じて個々の建造物に応じた工夫を加えながら発達してきたのです。日本建築の機能と美、様式を作り上げてきた菊術。その難解な菊術は、大工と雀は隅でなくと言わしめてきました。